グラウンドの片隅に僕らの誘導演目があった。足をまたいで座って入れの力の強い高光くんが100万馬力で動かし始める。いつだって僕は端っこに座ってこのまま宇宙へ飛んでいくことばかり考えてたんだ。ラン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 。光の切れた誘導演目は学校も宿題もないアンドロメダ星へ向けて飛び立つように、僕らは密かに軌道修正をしてた。高光くんは僕の忠実な豚で、給食が終わると牛乳瓶の蓋をいっぱい集めてくれた。それは輪ゴムの発射台から飛び立つ小型円盤だった。僕は教室の後ろに座ってる高光くんにこの小型円盤でいつも連絡を取っていたんだ。脱出計画01、直ちに取り掛かれ。校長のハゲに見つかるなよ。発射台まで無事にたどり着くことを祈る。時間はまるで書物が風にめくれるように過ぎてった。あの時僕らは飛び立つことができたのだろうか。でもあの100万馬力の高光くんが卒業式で泣いていたのを思い出すにつけ、多分計画は失敗したんだな。きっとそうだな。小学校のグラウンドの片隅に僕らの誘導演目があった。座って入れば力の強い高光くんが100万馬力で動かし始める。ラランラランラララララ。